宇宙世紀0071。ジオン公国は来るべく地球連邦政府との全面戦争に対し新たな兵器を欲していた頃、トレノフ・ Y ・ミノフスキー博士によってミノフスキー粒子の有用性が実証される。ミノフスキー粒子、極めて強力な帯電性質を有したり、さらには領域内での参考の技術に着目し、モビルスーツの開発は休止となり、そのためジオン軍上層部激しい機動、そして諸君なり、我々は悲しむべき事実を突きつけ兵器局発表。我々は主力モビルスーツ EMS-10 ズダである。我がジオンの技術力を結集したこのズダの前に、以上のように EMS-10 の試験は極めて順調です。しかし本部長、これほどこのモビルスーツが宣伝されるとは思いもよりませんでした。プロパガンダであるな。せざるを得んのだ。は？今や地球での戦局は悪化の一途をたどっている。情報によれば連邦軍はオデッサへの大反攻作戦を企図しておるようだ。そんな、万が一この戦いに我が軍が敗れるようなことがあれば、ジオンは地球における最大の拠点を失い、そのためにも我々は EMS-10 ズダを一刻も早く戦線に送り出さねばなりません。ズダはかつて EMS-04 と呼ばれていた頃、試験飛行中に空中分解事故を起こしている。しかしその後の改良によって機動性を保持したまま耐久性の確保に成功しております。現在ズダは EMS-10 と呼ばれるように全く別の機体といっても過言ではありません。我々の本分はプロパガンダではないと。本分？機関は本分のみで責務が全うできると考えるのか。注意、手土産にこれも見ていきたまえ。これは？それは我がジオン兵士が決死の覚悟によりサイドセブンに侵入し撮影した連邦軍 V 作戦である。これが連邦軍のモビルスーツ。
俺だってやってやる。楽勝だね。遅いんだよ。
私の前に出るか。覚悟はできているのだろうな。
活に仕掛けてはこちらが危ないわ。注意、そしてヨーツンヘイム、聞こえるか。モビルスーツズダはもはやゴーストファイターではない。この重大な戦局で確かに戦っている。この独立戦争に厳然と存在しているのだよ。この歴史の真実は何人たりとも消せない。宇宙世紀00791月10日、ジオン公国総帥府はオデッサ鉱山地帯の放棄を発表した。ゴーストファイター、それはいつの世にも存在し、人知れず消えてゆくもの。宇宙世紀00791月12日、僕はこの度技術注意として報告の術を知らない。図らずも遭遇してしまったこの幻をどう評価すべきなのかを。We'll be right back.
We'll be right back.